どうも、健太さんです。ですね、去年の12月にシクロクロスを私買いまして、シクロクロスの動画はすごく好評でして、すごい皆さんからね、反響があったんですけど、今日はもうシクロクロス乗って多分もう1000キロ以上は走ってると思うので、シクロクロス1000キロを乗ったいわゆる感想をちょっとね、つらつらとお話ししていきたいと思います。自分はですね、シクロクロス、ここにあるんですけど、これの他に、クロモルのロードバイクも持ってます。その違いというか、その辺をね、つらつらお話しできればなと思います。僕のシクロクロスはアルミなんですけど、アルミのシクロロングライド、硬くないですかとか、ああだこうだ、いろいろ聞かれるんですけど、まあ、アルミとか、クロモルとか、それ以前に、もうフレームのジオメトリが全然違うので、フレームのこのもう形から、もう全然いわゆる傾向が違うんですよね。その辺をちょっとまたね、詳しくはちょっと時間が長くなっちゃうんであれですけど、ざっくりとお話しできればなと思います。まず結論から言うと、シクロクロス、自分のチネリのジデコっていうシクロクロスは反応がいいです。漕いだらすぐ加速します。かなり加速する、反応がいい、そうだな、乗り味は固め。シクロクロスレースっていうのはどっちかというとこうずっと走り続けるというよりは、一気に走って降りて山登って一気に下ってまた障害物があるから降りてみたいな、こうストップアンドゴー、ストップアンドゴー、ストップアンドゴーを繰り返す、そんなような、レースなんですね。なんでフレーム自体が反応が良くて、かなり加速がすごくする、加速する、そんなようなジオメトリーになってます。これがね、横に黒森と並んでるんですけど、見るとすごくこう分かりやすいんですよね。はい、ということでね、今2つこう仲良くね、肩を組んでこうね立っているんですけど、これがねすごく両方とも全く傾向が違う、極端に言うと全く違う乗り物みたいなんですよね。パッと見は同じようですけど、これが面白いんですよね。まず隣のロードバイクは黒森フレームで、どっちかっていうとロングライドとか走ってる時の安定性を重視したようなジオメトリーになってます。フレーム自体がね、フォークもそうですけど、まあもちろん素材が黒森アルミっていうんで材質が違うっていうのもあるんですけど、それ以前に形が全然違います。まずちょっとですね、そうだな、まあざっくりと言いますけど、トップチューブ、ここですね、フレームのここからここです、ここからここの部分、ここの部分がですね、同じぐらいの長さに見えるんですけど、ちょっと僕はね、しっかり撮ってないんで、あれ、ざっくり撮ってるんであれなんですけど、こっちの方が長いです。そして、ホリゾンタルフレームとなってます。いわゆる、まっすぐになってるってことですね。横から見るとまっすぐになってます。で、こっちは、右のモデルと比べて、短くなってます。このトップチューブ調の長さの違いによって何が変わるかというと、まあシクロクロスっていうのはどっちかというと前傾姿勢じゃなくてアップライドな姿勢で走る車種になってます。なんでトップチューブ長がちょっと短いんですけど、これが短いことによってサドルとハンドルの距離が近くなりますよね。距離が近くなると前傾姿勢がしにくい、いわゆるアップライドな姿勢になるので、まあすごくなんて言うんでしょう、呼吸のしやすい無理な姿勢をすることなく走ることができると、そういう感じになってます。もちろんそれはね、ステムの長さとか変えればね、サドルの位置も後ろに下げれば前傾姿勢にはなるんですけど、まあこのフレームはどっちかっていうとアップライドな姿勢で作られているような長さになってます。で、逆に僕のこのロードのバイクの方は、結構長めに作られてます。なのでこっちの方が前傾姿勢はきついです。正直ステムの角度とかステムの長さとかにもよるんですけど、フレームだけで見るとそんな感じですね。あとはですね、ちょっと今部屋が狭くてあれなんですが、自分のシクロクロスはこの BB っていうのはいわゆるここのど真ん中ですね。ここがまたね面白いところでですね、自分のロードバイク、このクロモリロードはここの部分 BB の部分が低めにこう作られてますね。で、逆にシクロクロスの方は BB が高めに作られてるんですよ。横から見ると分かるんですけど、全然高さが違うんですよね。ちょっと見づらいですけどこっちの方が低くてこっちの方が高いです。そんでもって、まあ、こっちも横から見ると分かるんですけど、チェーンステーって言って、まあ、ここの部分ですね、
ここの部分がこっちの方が長くて、このシクロクロスの方がステイは短いですね。これによってどうなのかっていうのはですね、まあぐだぐだ喋ると長くなっちゃうんでるんですけど、こっちの方が安定して走れるので、いわゆるロングライド向きって感じです。かなり安定して走ることができます。例えば下りなんかとかでもね、重心が低い方が安定して走ることができるので、で逆にシクロクロスの方は、さっきも言ったように反応がすごくいいって言ったんですけど、チェーンステイの距離が短いと剛性が高くなります。やっぱね、ちっちゃいくけばちっちゃいほどやっぱ硬くなりますよね。剛性が良くなると。でかつ BB が高めに設置つけられているので反応が良いと、加速がすごくしやすい。これはね、乗ってて全然違いますね。まあ、要は、まあ、ロングライドとかそう安定性重視の黒森ロードと比べて真逆のものを購入しましたと。すごくいいですよ。やっぱり僕はですね、どっちが好みかって言われたら、乗り味はこっちの方が好みです。シクロの方が好みですね。いわゆるバッと反応をしてバッとトップスピードまで持ってってくれる、そんなようなフレームです。で、乗り味は固めって言いますけど、僕もロングライド100キロ200キロとかね、走りましたけど、まあそこまで疲れ方は変わらないかなと思います。まあその走り方がね、だんだんこう良くなってきたとか、まあ、そういうのもあるかもしれないですけど、むしろそのいわゆる信号待ちとかが多い、まあ、市街地とかその辺だとやっぱストップ&ゴーが多くなるので、まあそういった影響でもしかしたらシクロクロスの方が走りやすい思ってるのかもしれないです。で、あとですね、やっぱいいなと思ったのは、先日の伊香保温泉の動画もそうだったんですけど、下りの安心感がやっぱシクロクロスは違いますね。いわゆるディスクブレーキのついたシクロクロス、またロードバイク、やっぱりですね、ブレーキバッチリ効きます。めっちゃスピード60キロ以上スピード出ててもちゃんと止まれます。この辺のね、安心感はやっぱりさすがディスクだなと思いました。まあ、個人的にシクロクロスどんな人におすすめって言われたらあれですけど、まあもちろん軽量のカーボンフレームとか軽量のアルミフレームのロードバイクと比べるとまた話は別ですけど、まあ、シクロクロス単体で考えるのであれば、まあ、普段使いには間違いなくいいと思います。よく止まり、よく加速し、そんなシクロクロスはね、通勤通学なんかにもね、すごくおすすめできるかなと。あと僕のシクロクロスは今ここにラックつけてますけど、本当のいわゆるツーリング車と比べたらどっちかというと BB の位置も高めだし、安定感はそれよりはその辺のいわゆるツーリング車よりは劣るかもしれないんですけど、自分は先日の伊香保温泉の時はすごく安定して走ることができたかなと思います。そんな感じですかね。まあなんかよくあんまりまとまんなかったですけど、まあシクロクロスっていう乗り物は全部が全部じゃないかもしれないですけど、自分のこのチネルのジデコは乗り味は悪く言うかあれですけど、硬くて反応が良い、加速性能が高い、太いタイヤから細いタイヤも履ける、まあ結構万能系の自転車になるのかなと思います。この黒森ロードも好きですけど、シクロクロスも大好きです。全く違う系統のこの2つの乗り物、これからももうちょっとね楽しんでいこうかなと思います。ということで、まあシクロクロス乗っても1000キロぐらい走、1000キロ以上走ったと思うんで、その辺の感想をつらつらとお話ししていきました。初めてご覧の皆様こんにちは。こんな感じで私くしチャリンコ系の動画上げてます。もしねちょっとねためになったなと思った人はね、よかったらね高評価と、まあチャンネル登録もねちょいちょい2日に一遍、3日に一遍ぐらいはまあ上げるようにしてるんで、まあよかったらね登録してあげてください。そういや T シャツがすごく好評でありがとうございます。皆さんなんか一番人気なのがまさかのこいつっていう、アメリカンコブっていうんですけど、アメリカなんですけど、この国旗の星のところにコブをちょっとぶち込んだ、そんなようなデザインちょくちょく増やせていけたらなと思います。ということでお疲れ様です。